歌手となった後、慰問団長として幾度となく満州を訪れ、前線で戦う兵士たちに勇気と希望を届けたのです。寂しく響く雪の小屋よ街の日よ、ひとつ甘くしゃ他国の星が東京の念に駆られた兵士たちの拍手は鳴り止まなかったといいます。泣くのよしよし年々しよ実戦日記をもとに作られた麦と兵隊。この曲は兵士たちにも心の支えとして愛称されました。よしよしと陣馬は進む、よしよいかしよいか、洒落た
畳の波の深さよりも寒さ声を殺しても黙々と影を起こしていく宿の平和